日本の政治家。日本社会党所属の衆議院議員。元タコ町長。千葉県香取郡タコ町の農家の長男として生まれる。日本社会党の衆議院議員となった小川光夫は弟。家業の農業に従事していたが、1920年に日本社会主義同盟に参加。潮流などを発刊して、不戦運動をする。1930年に、 タコ町会議員となるが、この間に立憲民政党の政治活動に参加した。その後鉄道省による民営バスの買収反対運動などに参加した。友人が経営する石橋景気政策書の経営にも当たった。戦後はタコ町長、タコ農協組合長、千葉県高連会長、全国購買農業共同組合連合会、専務などを歴任した。 1949年には、第24回衆議院議員総選挙で、千葉2区から労働者農民党候補として、立候補し、落選している。1952年10月1日の第25回衆議院議員総選挙で、再び、千葉2区から日本社会党公認で立候補して、当選し、10年後期務めた。在任中はロッキード事件、大変米流通問題。 ドミニカ島事件、千葉食糧事務所が、船橋運輸倉庫株式会社に帰宅した、内地前の紛失事件等の追及を行った。農地解放を受けたにもかかわらず、手続き上の不備を理由に、求人主に訴えられ、窮地に陥ったインバヌマ沿岸の農民らからの、陳情に応じ、その支援をしている最中に救世した。小川の死後、上記バヌマ農民の件は、小川の秘書だった。 小川国彦と山村慎二郎、実川清が協力して和解に導いている。小川がある人物が嫌いだと語っていた時に、党の本人が現れたため、話を聞いていた社会党議員の加瀬官がその人物を追い返したところ、君政治家というのはな、明日喧嘩することが分かっていても、今日はニコニコしているべきだよ。それに、昨日まで悪いやつでも、 今日はまた別かもしれない。君みたいに来るものを襟好みはすべきじゃないよと佐藤した。また、成田空港問題に頭を悩ませていた千葉県知事の友野尾竹人は、お前たちは打ち壊しだけでまとめを知らないという当てつけも込めて小川さんがいてくれたらね、と加瀬館に話し、加瀬自身もこの天才のいないため空港にも県政にも敗れたと認めている。ありがとうございます。